俺はブンブン先生、クマ先生の恩師で体罰は愛情だと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生や、容赦ない拳やモンスターペアレントキラーとして期待されてるね。にゃんこ軍団もこの拳で全員あの世送りにしたるわ。やれるもんならやってみるよブンブン先生。俺はウルトラケサラン、猫なのか巨大変身ヒーローなのか全く正体不明の謎のキャラクターや。俺ウルトラケサランはメタルな敵以外の敵を吹っ飛ばし敵の動きを止める能力がある。この力でお前ブンブン先生を戦闘不能にしたるわ。いや能力よりデカさが気になるわウルトラケサラン。俺ブンブン先生もまあまあデカいと思うけどお前はデカすぎるて。てかお前絶対ウルトラマン意識したデザインになってるやろ。ウルトラマンは俺ウルトラケサランとは関係ないかな。いや怪しすぎるやろウルトラケサラン。まあなんでもええ、俺ブンブン先生の拳でぶっ倒したるわ。行くぞ。うおブンブンアタック、あー半端ないって。あとは任せた赤いブン太郎。はい任しときブンブン先生、俺は赤いブン太郎。ブンブン先生の人生に多大な影響を与えた日本を代表する文豪で、代表作は体罰と散髪、パニッシュメンタルなどや。ウルトラケサランかなんか知らんけどブンブン先生より赤くなった俺、赤いブン太郎の方が多分強いぞ。いや多分ってなんやねん、自信持てよ。まあ今日はもう一体ルガ族連れてきてるんや。頼んざどアタタタアシラン。はい任しとき、俺はアタタタアシラン。猫なのか暗殺剣の伝承者なのか全く正体不明の謎のキャラクターや。俺アタタタアシランは超広範囲の敵の動きを遅くする能力がある。ウルトラケサランのメタルな敵以外の敵を吹っ飛ばし敵の動きを止める能力と合わせてお前赤いブン太郎を妨害地獄にはめたるわ。やれるもんならやってみるよアタタタアシランとウルトラケサラン、返り討ちにしたるわ。行くぞ。うわー赤いブンブンアタック、あー強すぎるて。こいつらを倒してくれ新レジェンドブンブン。はい任しとき赤いブン太郎、俺は新レジェンドブンブン。イニシエの地に踏み込み入れるもの、容赦なく殴り続ける古代の番人や。アタタタアシランとウルトラケサランの妨害は確かに厄介やけどこいつらは圧倒的火力不足。俺新レジェンドブンブンの高いステータスの前では雑魚でしかないね。ほな俺がアタッカーになったるわ。俺はデイダラトゲラン、猫なのか生と死を司るイニシエの神なのか全く正体不明の謎のキャラクターや。俺デイダラトゲランは一度だけ生き残り体力減少で攻撃力が超上昇する能力がある。この力でお前新レジェンドブンブンごときすぐあの世をクリア。なめんなよルガ族、お前らはぶっちゃけ他のガチャキャラより劣ってる使いづらいキャラどもや。そんな奴らが俺新レジェンドブンブンを倒せるわけないやろ。ぶっ倒したるわ。行くぞ。うわー新レジェンドブンブンアタック、あー、ルガ族は最強です。問題です。属性を持つ敵に極ダメージを与える能力があるのはどっちでしょうか。正解はゴッドガイアでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。僕は破壊生物クオリネン、地球を破壊する目的だけに送り込まれた超破壊生命体のはずが手違いで月に降り立ちクレーターを作り続ける毎日を過ごすクリオネア。なんかさっきの動画で新しくニャンコ軍団に入った断命の王ダークフォノーが日本編の西表島のボスをメッタメタのボコボコにしたらしいな。まあでも俺破壊生物クオリネンは西表島のボスと違って強いからそう簡単に倒せんぞ。それはどうかな破壊生物クオリネン、俺は断命の王ダークフォノー。不条理な運命の輪を憎しみの力で断ち切る激しい怒りの炎で灰から蘇った幻のニャンコや。俺断面の王ダーク炎は必ず敵の動きを遅くし小波動を放つ能力がある。この力でお前らエイリアンごときぶっ倒したるわ。やれるもんならやってみるよ断面の王ダーク炎。僕破壊生物クオリネンが返り討ちにしたるわ。行くぞ。うおクリアタック、あー空想新参者め、反逆のバルキリー、こいつを倒してくれ。はい私に任せて破壊生物クオリネン、私は反逆のバルキリー。踊り疲れたリスクの帰り間違って持ち帰ってしまったワングリルの呪いによりニャンコ軍団に戦いを挑み始めた女神だよ。私反逆のバルキリーのワングリルは最強、断命の王ダークフォノーなんか余裕で倒しちゃうんだから。女の子を傷つけるのは嫌やけどまあ敵やからしゃあないか。行くぞ。うおー断面ア
タック。あー強すぎなんだけど。暴走の猫ムーと、あとは任せた。はい任しとき、反逆のバリキリー。俺は暴走の猫ムーと、覚醒を始めた強大な力は自らの制御も不能にし、破壊の限りを尽くす。着ぐるみの封印から解き放たれ、再び世界を滅ぼすべく飛び立った猫ムーとや、おい断面の王ダークフォノー、お前は全属性の動きを遅くする能力があるらしいけど、そんな幅広く使える能力が強いわけないやろ。それはどうかな暴走の猫ムーと、俺断面の王ダークフォノーの能力が強いかどうか、お前暴走の猫ムートに体で体感してもらおうか。おお体感させてみるよ。逆に俺暴走の猫ムートの強さをお前断面のダーク炎に体感させたるわ。いくぞー。うおームートムートアタック。あー俺の負けや。さすがに暴走の猫ムートは強かったな。問題です。猫とカオルくん勝つのはどっちでしょうか。正解は猫でした。正解した人は高評価とコメントで教えて。俺は極炎鬼ニャンマー、究極の強さを欲して奈落をさまよい、地獄の豪華に焼かれた狂気のキャラクターや。俺極炎鬼ニャンマーの単発攻撃は最強、裏切り者の狂乱の巨神猫がボスの。我を忘れた猫を超激ムズくらい余裕で一種攻略できるぞ。何調子乗ってるねん極炎鬼ニャンマー。俺は狂乱の巨神猫、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで超絶破壊力&強靭な体力、超遠距離の波動攻撃を手に入れた最高級のニャンコや。おい極炎鬼ニャンマー、お前の単発攻撃の威力は確かにすごいけど、お前みたいな脳筋キャラは俺狂乱の巨神猫のテクニカルな波動攻撃に勝たれへんのや。いやお前も脳筋やろ狂乱の巨神猫。その見た目でゴリゴリ殴ってくるキャラは脳筋キャラやねん。波動攻撃とかややこしいことしてくんな。ちなみに俺狂乱の巨神猫は波動攻撃の他にもニャンコを吹っ飛ばす能力と動きを遅くする能力があるんや。なんやそれ脳筋のくせに能力多すぎやろ。まあそんな能力無視して俺極炎鬼ニャンマがめっためたのボッコボコにしたるわ。おおやってみるよ極炎鬼ニャンマ、返り討ちにしたるわ。行くぞー。うおゴリゴリパンチ。この王に化け物かよ。モージャデブー、こいつを倒してくれ。はい、任しとき、狂乱の巨神猫。僕はモージャデブー、渋いブックカバーをつけて読んでいるのは漫画。勉強しないと立派なゾンビになれないぞといつも親に説教されているゾンビや。僕、モージャデブーはあらゆる妨害効果を無効化する能力を持ってるから、どんな強い能力がある奴が来ても余裕やぞ。何余裕ぶってるねん、モージャデブー。俺、極炎鬼ニャンマは能力が一切ない、ただのゴリゴリアタッカー。お前、モージャデブーのあらゆる妨害効果を無効化する能力は全く意味ないぞ。いや能力ないとか雑魚やん。どうやってニャンコ大戦争を生き残ってきたねん。まあお前極炎鬼ニャンマー見た目だけで一丁前に怖いから、偽りの異性でニャンコ大戦争を生き残ってきたんかな。はいはい分かった分かった、お前モージャデブーに俺極炎鬼ニャンマーの恐ろしさを教えたるわ。いくぞ。うおカナボアタック。こいつ化け物かよ。みんな俺極炎鬼ニャンマーを編成に入れてくれ。問題です。極炎鬼ニャンマーと操られし猫女王、勝つのはどっちでしょうか。正解は極炎鬼ニャンマーでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。絶対俺金太郎が先にエンジェルサイクロンを倒すから。いや絶対俺鶴の恩返しが先にエンジェルサイクロンを倒すから。行くぞー。俺は鶴の恩返し、毎年湖の上で開催される鳥になるコンテストで最長飛行距離を叩き出した脅威のニャンコや。俺鶴の恩返しは天使と浮いてる敵をたまに吹っ飛ばす能力があるから、エンジェルサイクロンは任しとき。調子のんね鶴の恩返し。俺は金太郎、今日も部下の小熊に担がれ山稽古に勤しむ株式会社マサカリに勤めるエリート社員の金ちゃんや。俺金太郎はたまに天使の動きを遅くし渾身の一撃を放つ能力がある。絶対鳥野郎の能力より強いから。誰が鳥野郎や金太郎。いや俺鶴の恩返しは鳥か、いや猫か。あーもうわからん。何言ってんねん鶴の恩返し。もう何でもええからエンジェルサイクロンがボスの進撃の天渦激ムズをどっちが早くクリアできるか勝負や。おーやったるわ、行くぞー。
よっしゃ、ほな早速俺金太郎が鶴の恩返しより先にエンジェルサイクロンがボスの進撃の天渦激ムズを攻略していくで。ちなみに俺金太郎のレベルは30、鶴の恩返しはなんぼなんや？俺鶴の恩返しのレベルは30のプラス値が3やで。おお、大体同じやな。ほなエンジェルサイクロンはどっちも余裕で倒せるとして正々堂々勝負や。おお、正々堂々勝負や。あんま調子のんなよ金太郎と鶴の恩返し。俺はエンジェルサイクロン、世の中を変わらない吸引力で浄化し続ける恐ろしい天使なサイクロンや。なんかお前ら俺エンジェルサイクロンを倒せる前提で話してるけど、お前らみたいなちっこいにゃんこに絶対負けへんぞ。はいはい、俺鶴の恩返しが倒したるからな。行くぞー。うわー、鶴が最強や。あー、鶴の恩返しやばすぎ。さっきにエンジェルサイクロンを倒された。でも負けてないぞ鶴の恩返し。それはどうかな金太郎、お先に失礼。クソ、やられた。でもエンジェルサイクロンはきちっと倒したるわ。行くぞ。うわー、金ちゃんアタック。あー、金太郎も強い。今回負けた理由は俺金太郎が遠方範囲攻撃やったことかな。1.3 万人が投票したニャンコアンケートの結果発表。ガングリオンとヘビジャーク、どっちの方が好き？ガングリオンの方が人気。みんなのコメントはこんな感じ。毎日アンケートしてるから高評価と投票よろしく。私は大魔王ニャンダム。お見合い写真撮影のためかつてこの世を支配した悪の大魔王へと56万年ぶりに姿を戻したお年頃のニャンダムだよ。お見合いでは高身長高学歴高血統の三高でアピールして女性の心を奪っちゃうよ。いや、高血統はマイナスポイントやろ大魔王ニャンダム。俺らは超飛行戦艦ボルボンバー。大空を支配した鋼の鷹はより高き志を掲げる究極兵器 NEKO2回で理想の世界を作り出すニャンコたちや。俺ら超飛行戦艦ボルボンバーは空からの攻撃でお前大魔王ニャンダムをめっためたのボコボコにしたるで。そんなことはできないよ超飛行戦艦ボルボンバー。私大魔王ニャンダムの毒液攻撃で地獄を見せるよ。あ、俺ら超飛行戦艦ボルボンバーは本能解放したから毒液無効やで。なに、卑怯者やんけ。おい超飛行戦艦ボルボンバー、助けに来たよ。私は雷光の女神シリウス。同じ志を持つ者たちと共にフルパワーで巨悪を成敗する世界が進むべき正しい道を照らす光の女神だよ。私雷光の女神シリウスは超生命体特攻を持ち属性を持つ敵に滅法強い能力があるの。この力で大魔王ニャンダムを倒しちゃうんだから。甘いね雷光の女神シリウス。超飛行戦艦ボルボンバーには毒撃が効かなくてもお前雷光の女神シリウスは毒撃で圧倒するよ。あ、私雷光の女神シリウスも毒撃無効だよ。なに、こいつら卑怯者集団やんけ。まあ毒撃が効かなくても私大魔王ニャンダムは最強だからお前らを倒せるよ。行くぞ。うおー、大魔王アタック。こいつらの射程が絶妙すぎる。ニャンコ軍団の勝利だ。チャンネル登録高評価よろしく。はい、猫と飼い主です。今回は大狂乱の猫モヒカンがボスのデスモヒカン極ムズを攻略していきたいねんけど、大狂乱の猫モヒカンを倒せる強いキャラおらんかな。俺に任しとき猫と飼い主。おお、今のは閣竜皇帝グラディオスか。そうや、閣竜皇帝グラディオスや。俺閣竜皇帝グラディオスを激しい方向で全ての生命を破滅へ誘う。龍角山で滅びの怒りを浴び真の力に目覚めた閣竜皇帝。裏切り者の大狂乱の猫モヒカンくらい俺閣竜皇帝グラディオスの属性を持たない敵を必ず吹っ飛ばして遅くする能力でぶっ倒せるぞ。めっちゃいいやん閣竜皇帝グラディオス。早速採用や。ほな次誰編成に入れようかな。何言ってるねん猫と飼い主。裏切り者の大狂乱の猫モヒカンくらいやったら壁と俺閣竜皇帝グラディオスだけでいけるから。ほな行くぞ。いやめっちゃ勝手に行くやん。よっしゃ、ほな早速俺閣竜皇帝グラディオスが大狂乱の猫モヒカンがボスのデスモヒカン極ムズを攻略していくで。まあ大狂乱の猫モヒカンがニャンコ軍団を裏切ったことを後悔する
するくらいメッタメタのボコボコにしたるわ。やれるもんならやってみろよ、閣流皇帝グラディオス。俺は大狂乱の猫モヒカン。ニャンコ軍団を裏切り、大狂乱となることで圧倒的な体力と破壊的な攻撃力を手に入れた男前な盾紙のウサウサが萌えポイントのニャンコや。お前、閣流皇帝グラディオスも角生えてるからまあまあかっこいいけど、俺大狂乱の猫モヒカンのモヒカンの方が絶対かっこいいからぶっ倒したるわ。行くぞ。うおー、モヒカンはかっこいい。あー、モヒカンにやられた。あのモヒカンめっちゃ強いわ。もう一体編成に入れてくれ。いや、強いの認めるんかい。余裕みたいなこと言ってたのに。まあほな、あのキャラに助けてもらおうか。ガネーシャエクサ頼んだぞ。はい、任しとき、猫と飼い主。おお、ガネーシャエクサか。俺、閣流皇帝グラディオスが大狂乱の猫モヒカンを足止めして、遠距離から攻撃してくるクマ先生と師匠をガネーシャエクサが倒すってことやな。ほな行くぞ、ガネーシャエクサ。はいよ。よっしゃ、次こそ俺、閣流皇帝グラディオスとガネーシャエクサで大狂乱の猫モヒカンを倒していく。今日は頼んだぞ、ガネーシャエクサ。任しとき、閣流皇帝グラディオス。俺はガネーシャエクサ。英知の神器巨岩神剣があらゆる薬剤を粉砕する学問を司り、繁栄をもたらす富の神や。俺ガネーシャエクサに任しとけば、大狂乱の猫モヒカンも気づけばバリカンでモヒカン剃ってまうぞ。いや、意味わからんこと言ってんなよ、ガネーシャエクサ。お前一体増えたところで何も変わらんねん。ぶっ倒したるわ。行くぞ。うおモヒカン、そらんといて。ガネーシャエクサナイス。バクルー皇帝グラディオスもナイス。チャンネル登録、高評価よろしく。オーレアマキシマムファイター、化け物退治のお礼に王様から譲り受けたという設定で、通販にて装備を買い揃えたファイターニャンコや。オーレマキシマムファイターは赤い敵に滅法強い能力がある。この能力でオカメガオーがボスの極楽浄土超極無造をオーレマキシマムファイター一種で攻略していくで。なに、調子乗ってるで、マキシマムファイター。私はオカメガオー。漆黒の仮面に秘められた悪しき乙女心が、群がる団衆に悪意の吐息を撒き散らすカオルくんよ。私、オカメガオーはニャンコを 100% 吹っ飛ばす能力があるわ。この能力の前じゃ、お前マキシマムファイターなんか雑魚中の雑魚よ。あんまなめんねん、オカメガオ。俺マキシマムファイターのデカデカハンマーでメッタメタのボコボコにしたるわ。いくぞー。うおー、デカデカハンマーアタック。やられた。よっしゃ、さっきは負けたけど、今回は俺マキシマムファイターに加えて大狂乱の猫島も編成に入ってるから、絶対オカメガオを倒せるぞ。頼んだで、大狂乱の猫島。はい、任しとき、マキシマムファイター。俺は大狂乱の猫島。大狂乱となることで体力と攻撃力がアップした、鬼が住むと噂のあるニャンコ向け温泉リゾートニャンコや。俺大狂乱の猫島はマキシマムファイターと同じで、赤い敵に滅法強い能力と、ごくたまにクリティカルを放つ能力がある。このダブル赤い敵に滅法強い能力でオカメガオを固定パンにやっつけたるわ。何体に増えても同じよ、にゃんこ軍団。お前らマキシマムファイターと大狂乱の猫島は赤い敵相手には評価が高いと思うけど、私オカメガオには全く効かないわ。このまま全員ぶちのめしてやるわ。行くぞ。うおー、オカメが最強。あー、こいつバケモンかよ。オカメガオー強すぎかよ。でも今回俺らマキシマムファイターと大狂乱の猫島に加えて猫極上が編成に入った。これで10人力や。頼んだね、猫極上。はい、任しとき、大狂乱の猫島。俺は猫極上。わてら敵に回すんやったらいくらでも相手したる。上がりより熱いハードで吠える高級盾にゃんこや。俺猫極上は赤い敵に打たれ強く、稀に攻撃力を下げる能力がある。マキシマムファイターと大狂乱の猫島の滅法強い能力と、俺猫極上の攻撃力を下げる能力でオカメガオをあの世に送ったるわ。また増えたんか、にゃんこ軍団。今回増えたのは赤い敵の攻撃力を下げることができる猫極上やな。まあお前、猫極上ごときを頭のいくらプチプチして倒したるわ。やれるもんならやってみれよ、オカメガオ。逆にお前の怖いお面勝ち渡るわ。行くぞ。うおー、これがにゃんこの団結力や。空想にゃんこめ。使用にゃんコンボは滅法強い効果アップ中プラス小、キャラクターの体力アップ小やで。チャンネル登録、高評価よろしく。オーレ狂乱のキモネコがこんなちっこいにゃんこに負けるか。負けてたまるか。
俺は狂乱の肝猫、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで波動攻撃をマスターした。遠くの敵を攻撃できる遠距離型ニャンコや、波動をマスターした俺狂乱の肝猫は最強。どんな奴が来てもぶっ倒したるわ。お前狂乱の肝猫は僕が一種で倒したるわ。誰や今の。俺狂乱の肝猫を一種で倒すって無理に決まってるやろ。ぶっ倒したるから姿を見せろ。僕は妖獣顔、自分の中に眠っている力はまだ知る由もない。怖がりで泣き虫な獣の子供や。僕妖獣顔にかかればお前狂乱の肝猫なんか余裕で倒せるね。何調子乗ってるねん妖獣ガオ。確かにお前の進化後の光獣ガオは強い。でもお前はまだちっこいニャンコやし、能力も属性を持つ的にめっぽう強い能力。そんなんじゃ俺狂乱の肝猫は倒されへんぞ。確かに能力はお前狂乱の肝猫に対して効かんけど、素殴りでお前を倒したるわ。やれるもんならやってみろよ妖獣ガオ。俺狂乱の肝猫がボスのキモフェス超激ムズで返り討ちにしたるからかかってこいよ。おおやったるわ、行くぞ。よっしゃ、ほな早速僕、妖獣ガオが狂乱の肝猫がボスのキモフェス超激ムズを攻略していくで。ちなみに僕、妖獣ガオのレベルは35、中途半端なレベルやけど、お前狂乱の肝猫をぶっ倒したるわ。なめんなよ妖獣ガオ。お前みたいなちっこいニャンコがどんなにあがこうが、俺狂乱の肝猫の波動攻撃には勝たれへんのや。属性がある敵にしか能力使えんし。うるさいねん狂乱の肝猫。確かにお前の波動攻撃は厄介やけど、僕、妖獣ガオが何体も集まって波動攻撃をされる前にお前狂乱の肝猫ノックバックさせれば問題ないんや。おお、確かにそれはいい作戦かもしれん。でも甘いな妖獣ガオ。このステージのモブキャラニョロとリスントゥミーがええ感じの壁になって、お前妖獣ガオの攻撃が当たらん瞬間があるんや。その隙を狙って波動攻撃ぶち込んでメッタメタなボッコボコにしたるわ。行くぞー。うおー、俺狂乱の肝猫の波動攻撃が最強や。あー、進化前でも強いんかい。使用ニャンコンボは研究力アップ中プラスダイヤで。チャンネル登録高評価よろしく。俺は狂乱の鳥、力を求めてニャンコ軍団を裏切ってワンコ軍団に入った猫の鳥や。なんか今日は猫タコツボとかいうタコ野郎が攻めてきてるらしいね。てかめちゃ話変わるけど、一番初めにタコ食った人間やばない？あの宇宙人みたいな見た目のタコ食いたいと思わんやろ。確かにうまいけど。僕は猫タコツボ。タコツボに入ってみたら心地よすぎてタコツボの虜になったニャンコや。今日は狂乱の鳥を倒しに来てるねんけど、僕は浮いてる敵に打たれ強くて、たまに攻撃力を下げることができるから余裕で倒せるんや。狂乱の鳥もタコツボの中にぶち込んでタコツボの心地よさで癒し尽くしたるわ。いやタコツボは嫌やわ。いつも大空飛び回ってんのにそんな狭いとこ入ったらやんでまうわ。てかお前タコツボ入りすぎてタコになってるかな。おーい猫タコツボ、助けに来たぞ。俺は地流皇帝ソドム。大地に根ざす万物の力を得た地流石のエネルギーにより最後の封印を解き放った伝説の竜族や。なあ猫タコツボ、狂乱の鳥倒したら俺もタコツボの中入ってみたいね。入れてよ。いや無理やろ、お前の体のデカさ的に不可能やろ。なんでタコツボ入れると思ったね。会えるか分からんけど、いいよ。なんで許可すんねん。お前の大事なタコツボ割れてまうぞ。どんだけタコツボの良さ広めたいねん。まあ俺もこいつらに負けたらタコツボ入れられそうやから、ボコボコにしてタコツボ回避したるわ。いくぞー。うおー、タコツボ入ってたまるか。あタコツボ嫌や。チャンネル登録高評価よろしく。俺はスーパースペースサイクロン。触れたものを必ずワープさせる能力に加え、超低空飛行でギリギリ浮いていない輝く星をまとった宇宙のサイクロンや。おいおい何の冗談やニャンコ軍団。むき足猫だけで俺スーパースペースサイクロンを倒そうとしてるんか。あんま舐めんなよ。まあ俺スーパースペースサイクロンのワープで地獄に叩き落としたるわ。行くぞ。うおー、
スーパースペスペアタック。あー、こんなんありかよ。大凶乱の猫じゃらみ、あとは任せた。はい、任しとき、スーパースペースサイクロン。俺は大凶乱の猫じゃらみ。にゃんこ軍団裏切り、大凶乱となることで超絶破壊力&強靭な体力を手に入れた。破壊を司る暴走した巨大猫や。こいつらむき足猫はちょっと筋肉あるだけやろ。俺大凶乱の猫じゃらみのパワーでぶちのめしたるわ。なめんなよ大凶乱の猫じゃらみ。俺はむき足猫、筋肉美が自慢の遠距離型キャラや。お前大凶乱の猫じゃらみは筋肉の素晴らしさを分かってない。筋肉はな、世界を救うんや。いや何言ってんねんむき足猫。お前みたいな意味わからんやつは俺大凶乱の猫じゃらみの波動攻撃で蹴散らしたるわ。行くぞ。うわ、大凶乱のジャラミアタック。あー、筋肉は偉大。分かってるやんけ大凶乱の猫じゃらみ。チャンネル登録高評価よろしく。俺は傘地蔵。雪降る中依頼内容を書いた傘をかぶせるとその依頼を叶えてくれる謎の組織傘地蔵の一員や。今回はチワワン伯爵がボスの N1 グランプリ極むずを俺傘地蔵一種で攻略していくで。ちなみに今回は研究力アップ中と研究力アップ大のニャンコンボに手を貸してもらってるで。俺はチワワン伯爵。宇宙歴1196年画家の息子として生まれ、類稀な努力家で伯爵の地位まで上り詰めた。弟のペロは宇宙ナンバーワンホストで有名な芸人でボケ担当のチワワや。ちなみに相方はプドール夫人やねん。おい笠地蔵、お前の能力は確か天使と黒い敵に超ダメージを与える能力やったよな。俺チワワ伯爵はそのどっちにも含まれへん属性。お前笠地蔵には俺チワワ伯爵を倒されへんぞ。甘いなチワワ伯爵。確かにお前チワワ伯爵に有効な能力はないけど、俺笠地蔵は能力関係なしにステータスが優秀なんや。しかも俺はニャンコプレイヤーのお気に入りやから、レベル50のプラスチガにもついてる激強笠地蔵なんや。なに、お前優遇されすぎやろ。鬱陶しいな。でも普通にレベル上げてプラスチつけたくらいじゃこのステージは攻略できひんやろ笠地蔵。それはその通りやチワワン伯爵。俺笠地蔵1枠だけやと途中で出てくるエイリアンカンガルーのハサミーマンとゾンビカンガルーのスカルボクサーがクソきついんや。だから研究力アップ中と研究力アップ大のニャンコンボを使ってるんや。あとネコボンとスニャイパーもつけて安定感を出してるね。多分スニャイパーはいらんかもしひんし、他のニャンコンボでもいける可能性もあるから、もしいい編成があればコメントで教えてくれ。おい何勝てる前提で話してるねん笠地蔵。俺チワワン伯爵の全方位3連続必ず吹っ飛ばす攻撃でメッタメタのボコボコにしたるわ。行くぞー。うわー、チワワが最強や。あー、地蔵が最強やった。イエーイ。チャンネル登録高評価よろしく。俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんか今ニャンコ大戦争で新ジャパンヒーローズコラボが行われてるけど、ニャンコ仮面ライダーに続いてゴジラニャンコがニャンコ軍団に入ったらしいな。ワンコ軍団じゃなくてニャンコ軍団に入るようなやつは俺長崎県のワンコがぶっ倒したるわ。出たゴジラニャンコや。こいつゴジラニャンコは浮いてる敵に打たれ強く超ダメージを与える能力があるらしいけど、俺長崎県のワンコはただの白い敵。お前ゴジラニャンコの能力なんか一切効かんぞ。ぶっ倒したるわ。あー、ゴジラやばすぎ。カオルくん、こいつを倒してくれ。はーい、任しとけ長崎県のワンコ。俺はカオルくん、ダイエットのしすぎで顔だけになってしまったカオルくんや。なんか新ジャパンヒーローズコラボのゴジラニャンコが大暴れしてるらしいけど、俺カオルくんの方が大暴れしてるからな。いや、新ゴジラニャンコに進化してるやんけ。でもそんなことは関係ない。デカデカ顔面アタックで仕留めたるわ。行くぞー。うおカオルくんの顔のデカさを舐めるな。あー、ゴジラれた。悪の帝王ニャンダム、あとは任せた。情けないねカオルくん。僕は悪の帝王ニャンダム。悪の帝王なのにお酒が飲めない自分に苛立ちを覚え、酔った気分になるために全身を赤く染めたニャンダムだよ。おい新ゴジラニャンコ、ゴジラのくせに随分小さくなったんだな。そんなんじゃ僕悪の帝王ニャンダムは倒せないよ。あー、
普通にやられた。ブンブン先生、こいつを倒してくれ。はい、任しとけ、悪の帝王ニャンダム。俺はブンブン先生、体罰は愛情だと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生で、容赦ない拳はモンスターペアレントキラーとして期待されてるね。なんかこいつシンゴジラニャンコは俺、ブンブン先生みたいな浮いてる敵に打たれ強く超ダメージを与える能力があるらしいけど、そんなん意味ない。ブンブン殴りまくって海底に送り返したるわ。行くぞ。うわー、ブンブン先生が最強や。あー、ゴジラ最高。チャンネル登録高評価よろしく。俺は狂乱のトカゲ、ニャンコ軍団を裏切ったトカゲや。おいニャンコ軍団、俺はな、お前らの元で戦い続ければドラゴンになれるってずっと信じてた。でも一生トカゲのままやった。だからニャンコ軍団を辞めてトカゲのままで強くなることを決心したんや。ニャンコ軍団にはいっぱいドラゴンがおるんやけど、そいつらを俺トカゲがぶっ倒してやるんや。こいつらやこいつら、自分だけがかっこいいドラゴンになりやがって、ほんまに許さん。モヒカンがついた俺は今までのトカゲとは違うぞ。絶対にお前らなんかに負けへんからな。行くぞー。あ、やっぱドラゴンになりたい。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。チャンネル登録高評価よろしく。